女性旅行スキャンダルですね、うん、なぜこんなに話題沸騰なのかというこんなやったことですね、まあ、劇場型不倫にも発展しているということで、はい、それを考察してみようかなと思いましたね、はい。ニュース、まあ、週刊誌も含めて広末ブームという言えるような状況でですね、そうなんですか、まあ、文章オンラインをはじめとして各ニュースサイトで、うん、はい、広末さんの記事は大量に出ててそれでも億以上のページビューが、はい、マジっすか、稼げられてるとも言われているぐらいの、まあ、すごい量出てるじゃないですかヤフーとか見ても、まあ、スキャンダル人気がすごいスキャンダル人気っていうことですよね、はい、わかるんですけどで週刊文春も第3弾出てましたよね、でこの7ページやってるんですよ7ページ、でやっぱりだから普通だんだんちっちゃくなってくるじゃんね、あ、そうそう、まあそういうもんね、そう、でっかくなってくるやっぱりまだまだ話題が熱いということだと思うんですよね、ネタもまだまだ、まあ、ネタもネタというか今回はね、でも今回ね両方本人が出てくるっていう、ね、本人が電話かけてきたそうそうそう、広末涼子さん、そんな記事なんですか、そう、広末さん本人が出てきて、ね、キャンドルさんも出てきてインタビューしてるという、まあ、それも大きくやるよね、まあ、それはそうですね、面白いですね、今回なぜこんなに盛り上がったかというと、やっぱりその登場人物のキャラクターがそれぞれ際立っているという、確かにところですよね、例えば広末涼子さんもですね、うん、10代から40代までずっと出役としてね、はい、一線で活躍してた、はい、まあ、国民的タレントと言っても過言ではない、はい、まあ、知名度が抜群じゃないですか、はい、若い世代だけ知ってるってこともないし、うん、僕らももちろん知ってるということですね、うんうんうん、でその広末さんがなとね週刊文春で電話をしてお話ししたいことがあるっていうね、うん、来たっても衝撃の展開なわけですよ、すごいっすね、はい、普通あんまないよ ね、 あんまないね、ここまでの知名度がでかいタレントだと、うん、まあ、よっぽどねいろんな不満を溜め込んでいたんでしょうけどもね、うん、今回広末さんって熊田曜子さんとか篠田麻里子さんとかと、まあ、似た劇場型、まあ、離婚劇なんじゃないかってみたいな予想したんですけど、はい、まあ、今回ちょっと記事を見て広瀬さん の、 その計算してない感じがまたちょっと彼女篠田麻里子さんとかとは違うのかなみたいな、あ、まあ、そんな感じはしますね、直感で動いてるという感じなんですか、そんな感じですね、確かに、で今回は別にスキャンダルについても事務所への不満を ひたすら言うみたいな感じの内容なんですね、うんうんうん、そうなんです、ね、だ守ってくれないと事務所があって、ま、守ってるんですよどう考えてもね、うん、守ってるっていうか、そうそうそう、なんか気に食わないことがあったでしょうかね、そうだから、まあ要は認めたいとかいろんな自分が主張があったけど、ね、事務所はそれを全部抑えようとしてたっていうような、まあ、ところだと思うんですけどね、まあ、でもノーコメントを貫くという事務所のスタンスに不満だと、あんまり私は言いたいと、うん、私は言いたいと、言いたいことがあると、それはそれでどうなんですかね、そうそうそう、だからちょっと常識的なのは事務所は事務所なりの最善の策と思えるものをね、やってたわけじゃないですか、うんうん、で今回も2回の示談をね佐藤健ともう一人でやってたって話ももちろん答えないけど、うんうん、まあ、それ広瀬さんもそこも答えてはないけど、うん、勘弁してくれよっていう状況なわけじゃないですか、うんうん、まあでもそれが不満だっていうことを広瀬さんね言ってましたよね、週刊誌側としてはめちゃくちゃ美味しいよね、まあ、そうそうそう留守番電話に残されてたんですって、そう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 、広瀬良子ですってドッキリかなって思いますマジかよとか思うよねそうすぐなんで出なかったんだと怒られるレベルだよね、その電話に下手したら、まあ別に出てくれたらよかったですけどね、はい、うん、でもすごい丁寧だったじゃ ん、 なんか、まあそうね、突然ね電話、うん、してすいませんみたいなところ入って、はい、でいつでもいいから電話してきてくださいみたいな、いい大人ですから、まあ、いい大人だけどほらなんかでも言ってることはいい大人だと思えないライバルですよちゃんとしてる一面とね、そうそうそう言ってることは事務所だってそれはそうするでしょっていうまあ話ではあってそうなんですね、でなんか確かに今回は私の順番が間違っていてみたいな話を不倫問題についてた言ってたんですけど、うん、これもなかなか示唆的じゃないですか、うん、やっぱ離婚する気なのかなみたいな、なんかね、その順番ってことですという、まあ、意味合いにも取れますよね、だから、まあ、ある意味まあ、まあ直線型というかですね、まあね、まあ、衝動的に行動しちゃうっていう人なんだろうなと、ううプラス、まあ、文春ではまあ過去2回ですね、まあ、佐藤健さんも含めてタレントと不倫して示談してたとうんうん、うん、いうこともまあやってましたよね、だからちょっと反省しろよと事務所は思うところもなくはないそうだよところがありますね、これカズレーザーさんがですね、なんか YouTube で、まあ、不倫が悪いってことじゃないと、うん、不倫じゃないイメージで金を稼いでたんだから、まあ、反感買うのは当然だみたい な、 なんか話をしてて、まあまあ広末さんもまあそういうちょっとねいいお母さん ベストマザー賞も受賞したとかいいお母さんキャラが崩壊したのでまあ謹慎するっていうことになったっていう部分だとは思うんですけどね、前の疑惑の時ってでもそれはお母さんですよね、うん、
そうあの時はだから示談してもみ消したんですね。話題にならずになんとなく あんまり話題にならな なんなかったよね、うん、まああったなぐらいの感じです、ね、全否定したんじゃないでしょうか。全否定して握った裏で握ってっていう感じだったんですね、うんうんうん、それもその文春の中でね、うんうん、あのその経緯については詳しく書いてありましたけど、うんね、だから過去のそういう話は事務所の人とね、うん、キャンドル・ジュンさんと、うん今回もね逃げ切ろうとしてたんだろうけど、うん、全然そうはいかなかったってことだよね、うん、いやでもベストマッシュはマザー与える人もなんか、ね、それぐらいちょっとねリスクあったって思えばいいのにもうあげちゃったんですもんね。そう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 広瀬さん今回見てですねちょっと大学時代だけど元カノ思い出しまして、はあまあ、本当その子も浮気をしまくる、まあ、なかなかのちょっと、まあ、破天荒女子だったんですよ。絶対見てますよいやわかんないですけどね広瀬的な、まあ、そうでもなんか破滅型なんですよね、うん、バレるような浮気をするんですよ、うんうん、で僕 もう耐えきれずに結局分かることになったんですけど、うん、でも僕は今でもその人はやっぱ幸せになってほしいなと思うんですよ、うん、ただその人が考える人は僕の考える人は多分全然違うから、うん、多分同じようなことやってるんだろうなとも思わなくもなくてですね、うん、ちょっと広瀬さんこの破天荒で破滅的な行動、うん、多分引退するみたいなことまで言ってるんですよ今回ね。だからちょっと破滅型でちょっとね元カノを深く思い出したというしない何ですか先輩みたいな次第でございましたんですね。何ですかって、はい、やっぱりもう一つ今回のスキャンダルでですねまああの確かに、まあ、ちょっとねハクビだったのがキャンドル・ジュンさんという人ですね。謎の男キャンドル・ジュンさんの実態が、うん実がまあね、あの記者会見で見えたっていう、まあね、とこですよね、うん、でやっぱ結構僕はやっぱあの記者会見結構割と最高じゃないですか。記者を隣に座らせて、うんうん、新しいよねあれはなかなかあれもキャンドルさんってセンスあるなって思いますよね。センスなんですか、うん、あそうですやっぱりあれって集中砲火を受けるけど人間としてね、はい、聞かなきゃいけない質問をねここに座らされたらこっちかとはもうねもうガヤと一緒で死ねとか言ったってね、うん、死ねとか言う人はいないですけどそういう感じなんじゃない袋だ確かにでもここだとやっぱり丁寧に出ざるを得ないっていうね感じでそういうもん、うん、あとなんかねあの見てたら、うん、なぜそれを聞くんでしょうかみたいなそう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 、ね、なんかじゃ あるニュースサイトではね望月磯子はあれで防げるんじゃないかってここに座らせればちゃんとした人もそうじゃないかっていうことの記事も出てましたよね記者会見で、まあ、僕らも週刊誌記事で話題になってね袋叩きに会うってあるじゃないですか、はい、はい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 、うんでもやっぱ僕らもまあもう自分らの記事発端とはちょっとなと思うところもあるじゃんそこまで袋叩きしなくてもいいのになって思うけど、うん、やっぱキャンドルさんはそれも含めてうまくあの会見でね、うん、記者を人としてよここに晒すってしかも顔も出るから、ね、名前も出るから、うん、マスクを外してくださいって言ってたねそうそうそう結構でも確かに上手ですよ、うん、上手上手、うん、そこに引っ張り上げるっていうのはなかなかね、うん、だからちょっと僕もファンにやっぱキャンドルさんに、ね、なりましたよね。男の人好きになる広末さんが好きになる男を好きになってますそんなことはないですけど僕は鳥羽さんが先ですから広末さんがいやその順番なんじゃなくてただやっぱりキャンドルさんちょっとね混乱してるなとも思ったんですよね。あそうですか、まあ、要は法金騒動を抑えるためにやった会見なんでやっぱり暴露結構したんですか派手な格好して出かけるとか病気であるとかめっちゃ言ってましたね言ってましたよね。だからまあもちろん広末さんに対する愛情今でもあるから家の苦言だったと思うんですけど、まあ、ちょっとキャンドルさん自体も多分混乱乱はしている状況にあそりゃそうだよね。そりゃそうですよね。で、まあ、嫁がね不倫してて世間で大騒ぎになったら動揺しますよね。そうですね。でいやでもね派手な格好してその浮気に行くってのは元カノを僕は思い出すそうだったなみたいなだからなおさらキャンドル・ジュンさんに自分と重ね合わせてそう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 俺もキャンドルだったなそこまでではないですけど、まあ、だから苦労はするなとはね思いますよね、うん、いやでもここでね あれなんですけど常々有名タレントとね結婚内交際するとき問題っていうのはまあ週刊誌で常にあるじゃないですか、はい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 、やっぱりあの週刊誌の記事を過去全部読める大谷文庫ってのがあるんですよ。 ありますね、はいはい、あそこに行って結婚する前に関連記事まず全部目を通してからあのねそのパートナーとなる人はその人の行動原理をそこで学んだ上で結婚すると一番リスクが少ないんじゃないかなと僕は思うわけですよそんなリサーチする人います？で、まあ、今週もフライデーでも特集しましたけどやっぱり昔からもう、まあ、破天荒な男子といっぱい浮きな
ナーを流していたわけですよね広瀬さん自体が。そうですけど、でその行動のやっぱ延長線にやっぱりあるところはどうしても拭えないわけじゃないですか。だから別に週刊誌はやっぱりまあね、嘘だとか言われてる、まあ、それなりに当たったことを書いてるから、それの人はこういう人なんだよとまず理解をしていやでも人は変われるって言うじゃないですか。変われるのかなっていうのがなかなか変わらない人もいますけど、そうですね、うん、変わったらラッキー、変われなかったらこういう人なんだという思った方がいいんじゃないかなと。大谷文庫に行けと。そうですね、熊田陽子さんも篠田麻衣子さんも、まあ、いろんな彼女らのヒストリーがそこには書かれてるんでね。大谷文庫有料じゃない。有料ですよ ね、まあ、でもそれぐらいいくらみたいな。そうですね、うん、というのをお勧めしたいなと全然使えないやつ勧められてもで、まあ、あとは鳥羽周作さんですよね。まあ、まあ、とやっぱり今回一番男を下げてしまってますよね。そうだよね、うん、結局出てこず、うん、謝罪文だけで終わりにしようかなとしてるのは、うん、まあファンとしてはいいんですかそれで。いや見てる分には可愛くていいじゃないですか YouTube とかで、うん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 、まあでもやっぱり彼が大人になりきれてないなっていうのはなんとなく分かるじゃないですかキャラクターとして、うんうんうん、で今回ね、まあ、女性も火だるまになり、うん、キャンドル・ジュンさんもねもうあれになって、うん、やっぱり自分も出てちゃんとけじめをつけるっていうことは大人としてはしなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね、まあ、でもちろんレスラーオーナーですから別に活動自粛までは必要ないにせよ、うん、大人として今回の騒動に彼なりの経理をね離婚するのか広瀬さんは添い遂げるのかそれとももう全然別れるのかっていうのも含めて、うんちょっとはっきりしないとレストランの評判じゃどんどん下がっていくっていうことになって本業にも差し支えるようなぐらいの騒ぎじゃないですか今はね。レストランどうなんですか客は。いやちょっともう全然触れてないから分かんないですけど、ねえうん、どっちなんでしょうね、うん予約はでもねだってだいぶ前から入ってたんですからね。キャンセルキャンセルってなってたりしたら結構ダメージですよね、今その企業コラボがどんどんねなくなってますよね。で意外と彼はねビジネスうまくていろんな企業とねコラボしてるんですよね。結構じゃダメージ、まあ、ガストンみたいなのもやってるしからいろいろやってますよね。だからそういった意味ではその社会的な信用度がちょっと下がってしまうことをちゃんと食い止めないと、うんね、しかも別に好きでまあ、何らかのちゃんと謝罪内容すればそれはそれで話は収まるんじゃないですか、うんうんね、今の状況が一番何も言わないって多分一番のマイナスじゃないかなとファンとしてはアドバイスしたいですけどね、うんうん、まだファンだったね。そうで2つの決断をしなきゃですね。まず広瀬さんとどうするか、ね、続けるのか別れるのかですよね。でもう一つはやっぱり奥さんをはじめ気づけた人たちに何をしてあげられるのかをちゃんと提示するってことが、そっちが先ですよ。まあそうですね。そうですね。2つは必要だなということですね。でもなんかわざわざみんなにこう発表する必要もないんじゃないかな。そんなことは。まあまあそう。まあ、ただやっぱりこの騒動を、ね、騒動収める必要はありますよね。収める必要として騒がせてることに対してどうなんだとか、スポンサーに対して、どういう会見がベストだと思います。その時に。うん、鳥羽さんの会見内容としてはどういうことを言うのか。まあでもやっぱり率直にだから好きになっちゃうのは好きになっちゃったらもいいし、好きになっちゃったらごめんなさいでもいいし、だからそこは率直に変な格好つけずに言った方がいいと思いますけどね。間違ってましたすいませんとかをちゃんと言うっていうことだと思いますけどね。出張保管になっても、そうそうそう、だからキャンドルさんがこう言ってるけれども、うん違うっていう点もねきっとあるんだと思う。まあ、そうですね、確かにね、そういうのは言った方がいいんですか、それでもこらえた方がいいんですか。あまあそれはね、まあ、泥仕合になるかどうかだけど ね、難しいですね、なんかね、そういうだってそういう思いは絶対あるわけでしょう、顔に出るじゃないですか、ね、そういうの、ね、質問その質問された時はね、だ同じようにキャンドルさんみたいにこう横に座らせてね、ああいう体でやってほしいですよ ね、 確かにね、うん、それでも通用しますかね、お前何真似してんだよなりません記者からしたら同じ立場にはちょっと立たないと一人だけ逃げてるっていう見られるのはマイナスですよね、まあ、僕の勝手な、ね、偏見だけど、あのそのほら例えばネットとかでね、もう夫婦のねことなんだからほっとけよみたいな声もあるじゃないですか。ありますね。でもこれなんか一連のこう報道を見ててやっぱ広末さんもそのキャンドルさんもね、ある種こうメディアをうまいことね使ってるなっていう印象があるんですよね。でこの会見したりとかね、で週刊文春こう出てるのは会見の後に直撃してあのもうあのノーコメントですって言われたけれども食い下がったら
あのまあ文春の発端だからということで、うん、インタビューに応じたって書いてあるんですよね、うんまあ、それが本当かどうか僕知らないですよある程度ねそのメディアを、うんまあ、利用してね、うん、あの言い方はちょっと利用っていう言い方がいいか悪いか別として、うんうんうん、そういう側面もやっぱあるじゃないですか、うんうんうん、多分まあ想像するにやっぱその不倫問題が動かない当事者同士はもう動かないから、うん、メディアを巻き込んで、うん、何度ね復旧するなり、うん、何でかしたかったっていうことなのかなって気もしますね。なかなか当事者同士だと話が いつまで経っても済まないってことだよね。ありえますよね。これでね、その鳥羽さんが、うん、この週刊文春突然、うんインタビューに応じて出てきたら、週刊文春としてはめちゃくちゃ美味しいです。美味しいですね。今回の一連見てて、やっぱなんかなんでしょう。どっちがいいとか悪いとかもないけど、ただ単に楽しいですね。まあなんか面白いなと思って、平和だなと思って。そうですよね。ハッと気づいたらこれ何の意味があるんだっていうのはありますけどね。なんかもうエンタメ化しつつあるなと思って。そう、まあ本人たちはねもちろん大変なんでしょうけど、やっぱりね、旗から見てると。うん、何やってんだろうと思って、うん、ちょっと面白くなっちゃう。よくねチャップリンでさ本人たちは喜劇でもね遠くから見たら喜劇っていうのはまあよく、ねうんうんまあ、コメディとしてあるけどあ、まあ、ちょっとそういう風には見えてきちゃいますよね、うん、今回まあ大特集やったけどね、うんまあ、不倫騒動もちょっとここら辺が潮時じゃないかなと思うのが、うん、赤石の考えでございましたということで、ね、塩と塩をかけたんですか、はい、だと思います、はいうん